どのの国国をを見ても多く資資産を外国資本に買われました。そして国民が働いて生み出した利益が国外に流れる仕組みというものを作られていますこうした過去の事例と日本の現状を照らし合わせると目先の物価高騰への経済対策をやっているだけでは不十分だと感じます三政党の部屋神谷総,、はい、総平です 私の所属する参政党は、え今年七月の参議院選挙で生まれた新しい政党です。政党設立の趣旨は、国民にもっと政治に参加してもらえるプラットフォームを作ること、国民の政治参加を促すことです。選挙の投票率は今回の参議院選挙でも52%、国民の半分が選挙にも行かない状況が出来上がっているのが我が国、日本です。なななぜ国民民が選挙にに行かかなくなったかそれは議会制民主主義のの仕組みの中で政治に参加し 自分たちの生活や権利を守るということが教えられていないか、もしくは分かっていても、今の政治状況の中で、その可能性を諦めてしまっていることが原因だと思います。そもそも議会選民主,主義は、13世紀のイギリスで戦争に負けた王が、失勢のつけを増税という形で、貴族に押し付けようとしたことから、貴族らが反乱し、反抗し、それに折れる形で王が、徴税に関しては議会で決めることを認めてスタートしました。 またその後の争いの中で議会の中に庶民が入っていくことで現在の制度に発展していますつまり議会制民主主義において一番重要なことは国民がどうやって税を集めそれをどう使うかを理解し代表を送って自分たちで決めることですしかし今の日本では自分たちがいくら税金を払いそれが何に使われているか受益と負担の構造が不明確で国民が判断できないまたは選択ができない状況になっており その構造が国民の政治参加を妨げていると私たちは考えています。例を挙げるなら、所得に対して税金と社会保障費用をいくら国民が負担しているかを示す国民負担率は、1975年には25.7%だったものが、2022年には46.5%と上がっています。この負担率の増加を国民はしっかり理解した上で、選挙,選挙を通じて本当に選択をしたのでしょうか。 国民負担率の推移を長期的に見ると、日本の租税負担率は実際にはあまり上がっておらず、この間一貫して上昇してきたのは、社会保障負担率であり、今のままではこれからも上がり続けると思われます。社会保険、いや社会保険料率は国会の場で差したる議論もなく、選挙の選択肢にもなったことがありません。そして社会保険料はそのほとんど現役世代が負担し、 これが若者世代の生活を圧迫して少子化の原因にもなってきています。日本が今のように高齢化するのはもう昔から分かっていたんですから患者を増やして薬をどんどんと配り続ける医療の制度と医療費の在り方などを基本的に見直して社会保障費の増大を止めるべきであったのにその議論をやらずに社会保険料を選挙の争点ともせず引き上げてきたことが日本経済を今のような状態にしたのだと考えます。社会保険料について 財務省の所管ではないと言われるかもしれませんが国民の税負担のあり方を考える上で財務大臣としても視野において考えねばならないはずですここで大臣にお聞きします今の日本において国民は自益と負担の構造を理解した上で選挙などにおいて政治的判断がしっかりとできているとお感じかまた財,財政民主主義の意思決定の外側で国民の負担率が上昇してきたことを 財政民主主義を預かる財務大臣としてどのように考えているか、大臣の所見をお聞かせください、はいは財務大臣まずあの、国民負担率の水準について、えー、申し述べたいと思いますが、あのー、この水準は国民が受け取る社会保障給付や、 行政サービスの水準に応じて決まっていくものでありますけれどもあの現状は社会保障給付の増大に伴ってそのための負担が増加しているというのは神谷議員のご指摘のとおりでございます。 しかしながらそれでもなおですね社会保障の国民負担率上がっておりますがそれでもなお現在の世代のみでは負担をしきれずにおりまして赤字国債を通じて将来世代に負担を先送りしている状況となっていることこれも事実であります。このように国民負担率を考える際は その水準そのものよりも受益と負担のバランスを考慮することが重要であると考えていますあのこうした観点からは社会課題を成長のエンジンに転換し持続可能な経済成長を実現することで国民負担の分母であります国民所得を増やしていくこと そして社会保障制度改革などを通じて、受益と負担との不均衡を是正していくこと、こういうことが重要であると思います。まあ、選挙において、こういうことが国民にしっかりと判断として問われているかということにつきましては、それぞれの政党が公約として、いろいろと主張をし、掲げているんだと、そういうふうに理解しています神谷宗平君。 我が党は国民に自益と負担の構造を分かりやすく示し、その判断をしてもらうことで政治参加を促したいと考えています。そこで、国の一般会計を投資感情、経常感情、社会保障感情の3つに区分し、財源と財政支出の結びつきを見える化することを提案したいと考えています。噛み砕いいて言いますと道路や新幹線の整備 さらに人材育成の教育などは将来に向けての投資などで建設国債や教育国債などの発行で賄うようにします。また地方交付税交付金や人件費などの経常的にかかる予算の財源は所得税や法人税などを当ててそして増大する社会保障費には社会保険料と消費税を当て経常勘定と社会保障勘定の不足分に赤字国債を当てて賄うという形で分かりやすく、えー え見える化するという考えですねさらに日本は税の種類が多く内容も複雑すぎますなるべく税の種類を減らして手続きを簡素化しまず大事なことは負担をする国民がどれだけ自分たちが税金を払っているのかということをわかりやすくすることだというふうに思っていますこのように区分を変えて税の簡素化を進めれば国民にも何をするのにどれだけ財源を当てているのか 自分たちの負担に対してどれだけのサービスを享受しているのかが見えるようになります逆に医療費などを国民が使いすぎたらですね税負担が増えていくんだということももっとわかりやすくなるので国民が立ち止まって考える機会というものが生まれます予算編成の段階から将来に向けて資産を形成する投資については資産との関係でバランスシートのつつまが合う範囲で国債の記載をすることにすれば必要なものに対してもっと積極財政で、えー もっと積極財政を実現することができるはずです。逆に、これをやらないと、今後もですね、社会保障の増大で、教育やインフラ整備、防衛費などに予算が全く割くことができません。現状では、財政法4条により、国債発行は公共事業に充てられる、建設国債のみが合法化されており、他は特例国債として、赤字国債として発行を原則禁じられています。これが、緊縮財政をもたらしている大きな原因です。本来資産とは 建設国債の対象であるインフラや建物といった実物には限られないはずで、知的財産や人的資本など、無形の資産にもそれに入れるべきですえ、無形資産も入れるべきです。現在、国が財政支出を増やさなければならないのは、科学技術振興や教育などの投資の分野です。財政法4条を改正し、記載対象をこうした無形資産にまで拡大して、投資国債の発行をすべきではないでしょうか。 一般会計の三分割案と財政法四条の改正による創始国債の発行について財務省の見解をお聞かせくださいはい主計局前田次長、えー、お答え申し上げます、えー、先生ご指摘の通り国の財政を国民にとって分かりやすい形でお示しをする見える化をするということは大変重要なことであると、えー、考えてございます これまでも財務省といたしましては予算審議の参考資料として国会に提出をさせていただいております予算の説明におきまして一般会計の歳入歳出を経常部門と公共事業関係費などの投資部門に区分してお示しをするほか国分の消費税収と当該消費税収が充当されております社会保障4経費の金額を比較してお示しをするといった対応を行ってきたところでございます。 他方、国全体の財政状況や国の施策を網羅的に把握できるようにすること、また全体にわたる収支の調整といった観点からは、まあ、できる限り予算を単一の会計で一体として経理することが望ましいという考え方のもと、現在の一般会計という整理を行っておるというところでございます。 続きましての投資国債でございますけれどもこれも先生ご指摘のとおり財政法第4条で発行が認められております建設国債建設公債につきましては公共事業費等を対象経費としてございますこれは公共事業費等が貸借対象表に具体的に金額を表示できる資産が形成をされまして長期の耐用年数を有するものということであることから発行が認められているということでございます これに対しましてま今あのご指摘のございました例えば教育予算につきましてはま大部分が資産として具体的な金額を特定できることは難しいであろうというふうに考えておりまして公共事業費のような経費とは性質が異なるのではないかと考えてございますまそのような支出に対して確実な償還財源なしにま特別な投資国債を新たに発行するということは実質的には赤字国債の発行となることから慎重な検討が必要であるというふうに考えてございます 上谷総平君はいい、えー、ありがとうございますあの、まあ、資料を作っているということであってもです、ね、おそらく国民にそれが伝わっていませんので、えー、国民がです、ね、もう少しこう今の財政状況、えー、今、特にです、ね、コロナでたくさんの旅費使ってますで、そういったものがいくらまた自分たちに跳ね返ってくるのかということが分かる状態でやっぱり予算を決めていかないとです、ねえー、国民がもう本当に政治を諦めてしまうということになりますので、もう少し。 えー、分かりやすい、えー、周知、それから広報ですね、お願いしたいと思います。えー、最後に、えー、10月27日の大臣の挨拶をお聞きして、えー、物価上昇を問題だと,と、えー、捉えておられることが分かりました、えー、それでしたら、えー、どうしてですね、我が国は諸外国のように消費税の減税を行わないんでしょうか。我が国はデフレで経済が停滞していた、ずっと停滞が続いていた状況ですから、今はある意味、絶好の減税のタイミングです。 それをやらずに予定通りにインボイス制度を導入したり、また政府税調ではさらなる増税の話が出ていると言いますから、驚きを通り越して怒りすら感じる国民も多いと思います。減税をせずに、少額の経済対策だけを繰り返していても効果は薄く、場当たり的なものになると思います。今のままだだと、とと経経済済がが冷え込んだところに、にインフレと過度なな円安で国民経済がボロボロになり、そして、 救済名目で過剰な貸し付けが今後も繰り返されるということが続くんじゃないでしょうか、そして来年、日銀総裁が変わったぐらいのタイミングで円安是正を狙って金利を上げてしまったりすると、財務超過になって企業が倒産し、円安で優位に立った外国資本にまとめて日本の資産を買われるというようなことになりませんかね。2023年の通常国家に提出が予定されている指摘整理円滑化法案なども 一歩運用間違えれば、主たる債務者である銀行が外国の投資ファンドの資金に依存し、気がついたら国家や地域を支えてきた大企業や中堅企業の主要株主が短期的利益志向の外資ファンドに変わってしまうという恐れはないでしょうか。日本ではバブルの崩壊やリーマンショック、タイや韓国ならアジア通貨危機、えこうした経済危機の後は、 どの国を見ても多くの資産を外国資本に買われましたそして国民が働いて生み出した利益が国外に流れる仕組みというものを作られていますこうした過去の事例と日本の現状を照らし合わせると目先の物価高騰への経済対策をやっているだけでは不十分だと感じますそうしているうちに状況がどんどん悪くなるからです今日本政府がすべきことは部分的な経済政策ではなく減税政策により国民が使えるお金を増やし 根本から国の経済状況を改善して、内需の拡大を図りつつ、起こりう経済危機と、それに伴う日本資産の買収に備えて、日本の金融資産や企業そのものを外国の資本から守ることを準備することではないでしょうか。この点については、秋野副大臣の所見をお聞かせください。秋野財務副大臣。あの先生、ご指摘になりましたけれども、今の我が国の経済はウィズコロナ の下で社会経済活動の正常化が進展する一方で、まあ、原材料価格の上昇や円安の影響等によるエネルギー、食料品等の価格上昇が続いていると、あの状況でございます。で、こうした認識のもとに今般、 物価高、円安への対応、構造的な賃上げ、成長のための投資と改革を重点分野といたしまして、あらゆる政策手段を活用した総合経済対策を策定したところで、日本経済の再生に全力で取り組んでまいりたいと考えているところであります。でなお、あの、先生ご関心の対日、直接投資、 につきましては、まあ、我が国の経済の活力や。まあ、長期的な成長力を高めるために。まあ、イノベーション創出やサプライチェーン強靭化等につなげる観点から。まあ、戦略的に、推進をしてまいりたいと考えております。神谷翔平君。はい。その戦略が成功することを祈っています。はい、失敗しないようにお願いします。ええー、参政党は受益と負担の見える財政運営で、国民の政治参加を促し。 積極財政で内需を拡大しつつ、外国資本から日本の資産を守ることを軸に、今後も財政政策を訴えていく所存です。以上です。ありがとうございました。<laughs>